こんにちは、ジョンです。今日は家で一眼レフとライトルームのプラグインのネガティブラブプロを使ってフィルムをスキャンする方法を紹介したいと思います。日本でこういう写真系の動画を投稿している YouTuber さんたちはもうすでに数多くの一眼を使ったフィルムのスキャンの仕方を紹介していると思うんですけど、ほとんどが手動でトーンカーブを動かしたり若干手間がかかる色反転の作業をしてるんですね。でもネガティブラブプロを使えば結構その手間が省けて、なおかつ高いクオリティのスキャンができるので、今回はそれを紹介したいなと思います。前自分はキヤノンの 9000F Mark II っていうフラットベッドスキャナーを使ってたんですけど、1本のフィルムをスキャンするのに結構時間がかかって、あとピントが合わなかったり色の設定がややこしかったりしたので、今のスキャンの方法に変えました。でそのおかげで比較的短時間で結構満足いくスキャンができるようになったので、今日紹介する内容がもうすでに家でスキャンしてる方や、今後自分も簡単にクオリティの高いスキャンをしたいなという方に少しでも参考になれば嬉しいです。それでは早速用意するものを紹介します。まず必要なのは一眼レフとマクロレンズなんですけど、前はこの今動画を撮るために使ってるソニーの A7 Mark III を使ってたんですけど、やっぱりソニーよりキヤノンの色味の方が好きだったんで、今は友人から借りてこのキヤノンの 6D を使ってます。レンズはこの中古3000円ぐらいで買ったペンタックスの 100mm マクロレンズに、ちょっと見えるか分かんないんですけど、キヤノンのマウントアダプターをつけて使ってます。今回紹介するスキャンの仕方ではフルサイズのカメラを使っているので、画角的に 100mm のマクロレンズがちょうどいいんですが、 APS-C サイズのカメラを使っている方は 50mm あたりのマクロレンズを使った方がいいと思います。次にライトボックスなんですけど、前まではこの2000円ぐらいのライトボックスを使ってたんですけど、高度が低いせいかこの中にある電球が写真にノイズとして映り込んだりしていたのと、あと色が少し冷たかったので若干高めですが、今はこの約1万円ぐらいする高度がかなり高くて色もちょっとあったかめのライトボックスを使ってます。でこれに変えてから変なノイズもなく色味も結構綺麗なスキャンができるようになったので結構おすすめです。で今回紹介するハードウェアの中でライトボックスの次に重要だと思っているものがこのロモグラフィーのフィルムホルダーです。前まではこのキヤノンの 9000F Mark II のフィルムホルダーを使ってたんですけど、これだとフィルムが曲がったりライトボックスに直接当たってしまったり、このライトボックスの周りの光が漏れ込んだりして、このフィルムに反射して写真に映り込んだりしてたので、このダイソーで買った厚めの紙を切り抜いて周りの光を遮断していた時期もありましたけど、このロモグラフィーのフィルムホルダーはこう磁石で先にフィルムを平らにしてからフィルムを挟むので、フィルムを真っ平らにしてあまり周りの光も入り込まなくなったので、変な模様とか反射とかもなくなって、この黒い枠も不要になったので、このフィルムホルダーはかなりおすすめですね。はい、で次はこのコピースタンドなんですけど、前まではあの三脚を使ってスキャンしてたんですけど、毎回設置したりしまうのが本当にめんどくさかったのでこれを買いました。でここにつけてるホットシューもカメラの取り外しがめんどくさかったんでつけました。でフィルムを触るときは必ずこの手袋とブロワーを使います。で最後に今回使うソフトなんですけど、 Adobe の Lightroom とそのプラグインの Negative Lab Pro と Photoshop を使います。でちなみにこの動画の概要欄に今回紹介したものを購入することができるリンクを貼っておきますので、ぜひ購入を検討されている方は参考にしてください。それでは次にスキャンの仕方を説明していきます。はじめにコピー台の上にライトボックスを置いてフィルムを入れたアダプターを置きます。カメラをコピー台に取り付けてできるだけ外部の光を遮断します。次にカメラの位置を調整します。フィルムの端はネガティブラブプロで現像するときに必要なので、それを入れるようにしてフォーカスが合う位置まで調整します。カメラの設定なんですが、ファイル形式はローで ISO 感度はノイズを抑えるためにできるだけ低くして、 F 値はフォーカスを合わせやすくするために開放にはしないようにしています。シャッタースピードは ISO 感度と F 値に合わせて設定するので若干遅くなります。なのでできるだけシャッターを切る時の振動をなくすために2秒タイマーを設定して撮影してます。で自分は今シャッターリリースケーブルを持ってないので、
タイマーを設定していますが、理想はシャッターリリースケーブルです。で、全体的に1段階ぐらいオーバーに撮ると綺麗なスキャンができます。フィルムのコマによって明るくしたり暗くする必要がありますので、自分に合った設定を試してみるのがいいと思います。あと、お使いのカメラにバリアングルモニターがついてたら問題はありませんが、僕が使ってる 6D のモニターは動かすことができないので、自分は 6D を隣にあるモニターにつなげてます。まあ、このおかげでフォーカスが合わせやすくなったり、座ったまま作業がすることができるので、モニターを持ってる方はぜひ参考にしてみてください。設定が終わって画角とフォーカスの準備ができたら、あとは一コマずつ撮影していくだけです。で、最後に、このような簡易的なコンタクトシートを作りたい場合は、ワイドめのレンズに変えてフィルムをフィルムシートに入れたままライトボックスの上に置き、全体が見えるところまでカメラの位置を調整してフォーカスを合わせて撮影します。自分は 35mm の広めの単焦点レンズを使ってますが、フィルムシートでカメラの画角をいっぱいに映すことができたら、レンズは何でもいいです。それでは撮影が終わったらライトルームに移って現像を始めましょう。それではまずはじめに、この動画の概要欄に貼ってあるリンクからネガティブラブプロをダウンロードしてください。このダウンロードした ZIP ファイルを解凍してインストーラーを起動するんですけど、この時にダブルクリックするとエラーメッセージが出るんですけど、右クリックしてから開けると起動することができます。で、インストールが終わったら、ライトルームをすでに起動されている場合は再起動してください。こうすることで今インストールしたプラグインをライトルームに認識させることができます。じゃあライトルームに来て、左上のファイル、プラグインマネージャーを開きます。で、ここの追加ボタンからネガティブラブプロをライトルームにインストールすることができます。これで準備 OK です。それではさっき撮影したデータをパソコンに取り込みましょう。まずはじめにフィルムの端を使ってホワイトバランスを取ります。なので、このホワイトバランスピッカーを取ってフィルムの端をクリックします。で、次はこのフィルムの端が見えなくなるまでクロップします。で、この時にフィルムの端が入ってしまうとネガティブラブプロでうまく現像ができなくなるので注意してください。はい、それができたらネガティブラブプロを開きましょう。で、ネガティブラブプロを開くにはコントロール N を押すと出てきます。で、ここにある入力情報がデジタルカメラであることを確認して、次に再現したいスキャナーを選びます。ここの再現したいスキャナーは結構好みによって分かれると思うので、全部一通り試してみて自分が好きなやつを選ぶといいと思います。で、自分は能率の方が好きなんで能率を選びます。このプリサチュレーションはデフォルトにしておきます。それじゃあ色判定をしていきます。はい、もうこの時点で結構綺麗な色判定ができてると思うんですけど、まだもうちょっと編集が必要だと思うので、このネガティブラブプロの編集項目を使ってレタッチしていきたいと思います。で、ネガティブラブプロにはいろんなこのトーンカーブのプリセットがあるんですけど、結構いろんなレタッチができると思うので、ここも試してみて好きなのを選ぶといいと思います。自分は基本スタンダードに置いてますけど、写真によって変えたりもします。はい、で、このフィルムの項目なんですけど、再現したいフィルムも選ぶことができます。基本このデフォルトのオートカラーを使ってもいいんですけど、コダックとフジとシネステルもあるので、これもいろいろ試してみるといいと思います。はい、で、この簡単な設定項目でも結構綺麗なスキャンができてると思うんですけど、さらに編集したい人はこのミッドトーン、ハイライト、シャドウも編集することができるので、結構細かい編集ができます。はい、で、一通り編集ができたら Apply を押します。で、編集をし終わってもまた Ctrl N を押すとまた編集画面が出てくるので、いつでも戻って編集することもできます。で、この編集し終わった写真のクロップを広くすると、このフィルムの端も入れることができます。はい、で、このコンタクトシートを編集するときも似たような感じで、まずホワイトバランスを取って一つのコマにクロップを合わせます。で、先ほどと同じようにコントロール N を押して色反転をしてクロップを外すと
簡易的なコンタクトシートが完成します。はい、で写真を複数枚同時に編集したい場合は、先に1枚ずつホワイトバランスとクロップを取って、編集したい写真を全て選択してコントロール N を押します。そうすると今回は Convert 6 Negatives と出てくるので、同時に6枚の写真を解析してくれます。はい、で今のような簡易的なやり方でも結構綺麗な色反転ができますね。はい、でこれは白黒ネガフィルムの例なんですけど、このように観光してしまったり、お店に頼むとあんまりスキャンされないコマとかもスキャンすることができます。これもさっきと同様にフィルムの端でホワイトバランスを取って、色反転できそうなコマを選んで、カラーモデルを白黒にして、一旦色反転をしてからクロップを外すと、このように見落とされがちなコマもスキャンすることができて、面白い写真が作れるようになります。このスキャン方法だとどうしてもホコリが多少ついてしまうので、最後にホコリを取り除く作業を説明します。でもホコリを残したいって方はこの工程を省いてもらっても大丈夫です。でこのライトルーム内でここにあるヒーリングツールを使うこともできるんですけど、このように写真上にある場所と置き換えてるだけなので、こうすればわかると思うんですけど、なので数を重ねてホコリを消していくうちに、すごい画面がごちゃごちゃになって、あとパソコンも遅くなってしまうので、こうやってかさばってホコリが取り除きにくい時があるので、自分はフォトショップを使ってホコリを取り除いてます。で編集し終わった写真に右クリックをして、フォトショップで編集するという項目を選択します。そうするとライトルームの編集が適用された写真をフォトショップで開くことができます。はい、それでは初めにコマンド J を押して新しいレイヤーを作ります。でホットキーの J を押すと、ここにあるヒーリングツールが適用されます。で自分はこのデフォルトの設定を使ってるんですけど、サイズだったりブラシの硬さだったりを変えることができるので、これも自分でいろいろ試してみるといいと思います。はい、でこの状態でホコリの上をクリックすると、ホコリをきれいに消すことができます。はい、一通りホコリが取り除き終わったら、これで完成です。で最後に先ほど作ったレイヤーを消したり表示したりすると、ビフォーアフターが見れて気持ちいいです。でコマンド S で保存すると、ライトルームに今の編集が適用された TIFF ファイルとして保存されます。という感じで僕は家でフィルムをスキャンしてます。でお店のスキャンと比較しても分かると思いますが、かなりクオリティの高いスキャンをすることができます。費用的にはフラットベッドスキャナーを1台買うぐらいの値段はしてしまいますが、時間と労力と編集の自由度を考えると、フラットベッドスキャナーよりはこっちのやり方の方が自分には合いました。で結局自分に合ったスキャン法が一番いいと思うので、今日紹介したこと全てを参考にしてほしいってわけではなく、少しでも面白いなと思ったものがありましたら、それをぜひパクって自分のやり方に取り入れてみてください。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。